どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山家です。本日は定期テストで400点取る勉強法という話をしていきます。はい、まあ、定期テストね、500点満点のテストで、400点以上取ることができたら、これはね、やっぱ一つのね目標としては、まあ、いいのではないかなと思います。まあ、行きたい高校とかもね結構行けるようになりますし、やっぱり全教科80点以上ってことになるのでね、かなり高得点なのかなと思います。じゃあどういった勉強をしたりとか、どういった勉強時間をやっていけば400点以上取れるのかってところですね。今日はこれについてしっかりお話ししていきたいと思います。どうしてもね、点数が、下がってしまうとですね、いける志望校の範囲が減ったりとか、そういったすごくデメリットがたくさん出てくるんですよね。でも点が上がればやっぱりね、選べる進路が増えたりとか、将来ね、つける仕事が増えたりとか、いろんなメリットがあるので、ぜひね、今日の内容を参考に400点以上取っていただければと思います。はい、でまず最初にですね、大体じゃあ400点ぐらい取ると順位とか偏差値ってどうなるのっていうお話からちょっとしていきたいと思います。で、順位と、まず順位からいくとですね、これって基本的には何人学校にいるか、その学年に何人ねいるかによって全然変わってくるんですよね。なので、あくまでもその目安でお話ししたいと思います。あと偏差値についても平均点が何点か、テストの平均点が何点かとかね、他の子がどれぐらい取ったかによってもやっぱ変わってくるんですよ。だからこちらもあくまでも目安っていうお話をまずはね、今日、目安でお話をしていきたいと思います。で、5教科合計500点満点のテストで400点ぐらいを取るってことは、大体全教科80点平均ぐらい取るってことですよね。で、実際に僕が過去にサポートしたある子は、5教科合計407点取ったって子がいたんですね。で、この子の順位は78位でした。で、その学校は全、その一学年400人の学校だったんですね。で、78位でした。ってことは、ここから分かることは、大体上位 20% ぐらいには入れるかなっていうのが、この400点以上っていうような、点数になります。イメージとしては、例えば100人の、で1学年100人になったら、20番以内ぐらいにはいけ、20番ぐらいかな、にはいけるかなっていうようなイメージですね。で、偏差値でいうと大体どれぐらいかっていうと、大体50から60ぐらいが目安かなと思います。50は超えてくるかなと思うの。55から60ぐらいが目安かなと思います。なので、例えばずっとね、400点平均ぐらいで点数取れているんだったら、高校を選ぶときもね、偏差値50から60ぐらいの高校は目指せるっていうのが一つ、現状ですね。で、じゃあそれを取るために勉強時間どれぐらい必要なのかって話ですけど、これも日頃どれぐらい勉強しているかとか、どういう勉強をしているか、効率のいい勉強しているのか、悪い勉強しているのかとか、あと周りの子のレベルですね、がどれぐらいなのかとか、あとテストの難易度がね、難しいか簡単かとかによって正直変わってきます。なのであくまでも目安にはなるんですけど、だいたい定期テストの2から3週間ぐらい前から平日3時間、土日6時間ぐらいやっている子が、400点以上取れているってことが今のところね、僕がサポートしている感じだと多いかなと思います。なので、もし400点を取りたいという場合は、まずはこれぐらいの時間をね、目安にちょっと頑張ってみると一つね、達成できる可能性が出てくるかと思います。じゃあ実際どうやって勉強していけばいいかって話ですけど、細かいテクニックを話し始めたら本当にね、2時間3時間の内容になってしまうので、あくまでも流れですね。大体この4つぐらいやっておけば、どの教科も達成できるよってところをちょっとお話ししたいと思います。で、まず1つ目の勉強法は、教科書の音読ですね。これは英語とか国語は特に効果的なんですけど、例えば分かりやすいのが国語ですよね。国語って結構、教科書の文章がそのまま長文読解問題みたいな感じでテストに出ますよね。なので音読をしっかりして文章を頭の中に入れておくと、ある程度ね、解きやすくなるんですよ。だからこういった教科書の音読をまずはやると。あと語句の暗記、これも重要ですよね。例えば英単語、英語とかだったらね、英単語がわからなかったらそもそも文章を読んだり、書いたりできないですよね。だからこういうのをしっかり覚えていくと。で、その後で学校の問題集を繰り返すってことが、やっぱりこれはね、どの教科もですけど大事になってきます。やっぱ学校のからね、配布されている問題集っていうのは本当に基本レベルから応用問題まで、もう幅広い問題が結構載っているんですよね。それを何度も繰り返してマスターしておくっていうのが、やっぱり勉強のね、その基礎的な勉強になるので、その知識の土台を作る上ですごく重要になります。で、あとハイレベル問題集ですね。これは学校の問題集で、をマスターすると、大体平均的にね、60点から70点ぐらいの点は取れるんですよ。ただこれだけだとやっぱ400点達しないんですよね。なのでそこにもうワンランク上の問題集を、本屋さんとか、
Amazon とかで買ってですね、でそれもちょっとマスターしておくと、まあ、大体400点ぐらいに届くかなと思います。まあ、なので基本的にはこういった流れでね、まずはやってみてください。であと中1中2中3別で、大切なことっていうのがあるので、これもちょっとお話ししておこうと思います。まず中1の子の場合はですね、多くの子が結構小学校の勉強の延長でテスト対策をしているんですよね。うん、で小学校の勉強もね、まあ、いろんな勉強方法あるので全部が全部悪いとは言わないんですけど、通常多くの子がやっている小学校の勉強って、例えば漢字を覚えるときにね、漢字をノートになんか10個ずつ書いていくとか、まあ、そういうのは基本的な勉強が多いんですよ。でこれはテスト対策の勉強効率という意味で言うとあんまり良くないんですよね。なので中1の段階で一番大事なことは、もう1日も早く勉強効率を上げることです。これさえできてしまえば、もうそんなに勉強時間増やさなくても結構効率面だけでいい点取れちゃいます。で中2になってくると、やっぱり、クラブ活動とかが結構、中3が、春夏秋冬の時期にもよりますけど、例えば夏をね超えたら中3の子は結構引退しますよね。そうなると中2の子が、まあ、メインのメンバーになってくるんですよ。ってなると結構クラブ活動が忙しくなるんですよね。まあ、春とか夏でもね、2年生でレギュラーになってる子とかもやっぱいると思うので、うん、だから2年生のやっぱポイントはこのクラブ活動と上手に両立するっていうことですね。例えば、まあ、部活とか頑張っていて、部活とかクラブ活動をね、頑張っていて、もう家に帰ってきてすぐ疲れて眠くなってしまうんだったら、例えば早く寝て次の日の朝に勉強するとか、こういうような工夫が必要になってきます。で、最後、中3ですね。中3の場合は、やっぱり受験勉強と両立していくってことが大事になるんですよね。で、じゃあどうやって両立していけばいいかっていうと、基本的にテスト期間ですね。例えばさっきの例で言うなら、定期テストは2週間から3週間ぐらい前ですよね。これぐらいからがテスト勉強を始めていく期間になるんですけど、もうこれぐらいになったら、もうとにかくテスト対策に集中した方がいいです。で、その空いた時間で受験勉強をやっていくみたいな感じで、時間を取っておくと、結構バランスよくね、時間配分ができるかなと思います。まあ、なので学年別でね、こういったことも意識していくといいので、参考にしてみてください。はい、ということで今回は定期テストの400点取る勉強法ということでね、お話ししました。もうちょっと細かいテクニックとかね、応用的な話はホームページにまとめてあります。よかったら概要欄からホームページもチェックしていただければと思います。